シラアット駅は、太陽国北部、ウッタラィット県ムアンウッタラィット郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。シラアット駅は、太陽国北部、ウッタラィット県の県庁所在地であり、人口16万人が暮らす、ムアンウッタラィット郡にある。当駅はナーン川の西側に位置する。一等駅で、特急列車停車駅でもある。1日あたり22列車の発着があり、 内山往復は当駅始発、終着である。また当駅を経由して、チェンマイ方面を結ぶ一部の列車は、当駅で客車の増解決を行うほか、一部の列車については、伊北の山岳区間を控え、当駅で機関車交換や給油、給水作業を行う。クルンテープ駅より、特急列車で6時間30分程度である。また当駅を含む、ロップリ駅より、 終点チェンマイ駅までは単線区間であるが、当駅以南が連鎖閉塞方式、当駅北が終点のチェンマイ駅まで通標閉塞方式となっており、当駅は異なる信号方式の境界を成している。1897年3月26日に、大幹 A 鉄道最初の区間が、クルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。 1900年12月21日に当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。この頃北本線をチエンマイまで整備することなり、少しずつ延伸開業の後、現在あたり駅があるパントンプン駅まで1909年8月15日に完成したがこの時点では、まだ当駅は設定されていなかった。 約50年後の1958年11月2日に、東駅南隣のウッタラディット駅構内が、手狭になったことから東駅が設置され開業した。シラアット駅構内端式及び、島式一面の複合型ホームに面3線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。当駅より一つ南隣のウッタラディット駅構内に、ある、大国鉄ウッタラディット工場までは、 本線西側に並走する形で回送用の小運転線が敷かれている。一見伏線のように見えるが、小運転線は本線の信号システムからは独立しているため、伏線としては機能していない。当駅に隣接して東側に大国有鉄道の操車場がある。現在はあまり活用されていなく、古い貨車で埋め尽くされている。 蒸気機関車274号機駅前に退役した蒸気機関車274号機が生体保存されている。ありがとうございます。